こんにちは、カッパパです。梅雨明けも遅くなってね、皆さんさすがに参ってますよね。で、僕もね、毎日もんもんと過ごしてますが、ちょっと前のことなんですけど、視聴者の方から、カッパパはよくオゼ行ってますよねって、でオゼだけの再生リストはないんですかってお問い合わせがありましてね。で、改めて動画フォルダーを確認したら28本もね、オゼに関する動画があったんですよ。そうだねってリストを作りながら、しみじみ思ったんですけど、再生回数見たらね、ずいぶん再生されてるんですよね。いや、本当に。でね、たくさんの方にね、こうして関心を持っていただいて、正直言ってね、本当にね、嬉しいなと思いました。で、実際に尾瀬ヶ原を歩いたり、日内ヶ岳とか、私物を登ってると、毎回ね、カブパパの動画見て尾瀬に来ましたよっていうファンの方にね、声かけをね、いただくことがあるんですよ。で、またね、恒例の尾瀬沼キャンプの出来事ですが、近くでキャンプしてるからね、カブパパ夫婦の顔を見に来たよとかね、マジでね。あとはね、カブママのファンの方がね、来ちゃったりとかね。ただいずれにせよ、そういうのも動画制作の励みになったりするんですよ、実際ね。で、本当にね、ありがとうございます。で、さて、前置きが長くなりましたけど、今回は、せっかくそのオゼリストを、作ったので、カブパパのオゼ動画だけのですね、視聴回数のベスト10というのを作りました。で、これを機にね、発表させていただければと思います。で、ちなみにね、このランキングっていうのは、7月29日時点の視聴回数の順番です。はい、それではね、ベスト10の発表です。第10位。再生回数 14,650 回、 4K 映像、夏のオゼ沼日光キスゲ2020。大清水から昭和のクラシックルートを歩くという動画です。公開がね、2020年7月13日って、ついこの間2週間前ですね。大清水から入山しまして、この道はね、通称沼田街道と呼ばれ、江戸時代から使われている由緒正しいクラシックルートなんですよ。で、三平峠を越えて、尾瀬沼の南側に下り、大江湿原まで日光キスゲを取りに行きました。で、このルートのポイントは、群馬からね、尾瀬沼に行くには、このルートがね、コースタイム2時間15分ということで最短なんですね。で、さらにね、一ノ瀬までシャトルバスを利用できると、コースタイムが1時間15分と短縮できてね、尾瀬沼に着きます。で、三平下まで下る時の木道がね、滑りやすいので、そこが要注意ですね。でも、とにかくね、楽なコースです。ここはね、おすすめします。はい、続いて第9位。再生回数 16,550 回、尾瀬沼キャンプ2018、恒例の尾瀬沼キャンプ2018年の前編の方です。これはね、三池から沼山峠経由で尾瀬沼ヒュッテの天場に設営した後、その後ね、むしりの休憩所までトレッキングしてきました。でね、ちょうど2年前に火災で全焼し、再建されたぬしりの休憩所まで歩いてね、で、クレープアイスを食べて帰ってきました。で、このルートのポイントなんですけど、ヒュッテの天場からぬしりまでは、北岸ルートを歩いて、もう大江湿原の南端、あざみ湿原、御出し、ぬしり平と、尾瀬を代表するね、花の宝庫の湿原を通ります。ここはね、秋は尾瀬で一番早く草もみじが見られます。日内ヶ岳をバックに花を取るにはね、おすすめの場所になります。はい、続いて第8位。再生回数 18,720 回、尾瀬沼キャンプ2017、尾瀬沼一周編です。この後ね、恒例の行事となる尾瀬沼キャンプの記念すべき第1回目の前編になります。で、2017年、8月19日、三池から沼山峠経由で、尾瀬沼ヒュッテの天場に設営しました。で、カブママがね、まだね、尾瀬沼南岸を歩いたことがないっていうんで、もう尾瀬沼一周トレッキングに切り替えて出発しました。で、南岸分岐や曲がり田代付近で、木道の損傷があったんですが、時折秋風が吹くね、涼しい尾瀬沼湖畔を、おおむね3時間で一周してきました。この時はまだ、ぬしりの小屋は再建前で、焼け跡がね、生々しかったんですけど、そんな記憶があります。で、このルートのポイントなんですが、尾瀬沼南岸は南側が樹木なんで、もちろん日の当たりが弱いんですよ。で、常にぬかるんだ状態なので、
木道がね、損傷したり傾いてるところが多いんですね。で、ここが要注意です。しかしね、オルマ湿原から西尻平までの区間っていうのは、まあ、正面にね、火打ちが見えて、そこに向かって歩いてる感じなんで、いかにもね、尾瀬をやってる感がね、こう倍増してね、気分がね、上げ上げになります。南岸の腐った道を歩いてきて。はい、続いて第7位。これは再生回数が 19,210 回、 4K 映像、私物さん、尾瀬を一望という動画です。これは2019年、去年ですね、9月1日、鳩町峠からピストン登山してきました。まあ、鈍足の僕としてはね、早い方のタイムで、まあ、5時間30分で往復してきました。で、このルートのポイントはですね、まあ、渋津さんといえばね、尾瀬ヶ原の西端に位置して、まあ、尾瀬を代表する山です。花の百名山にも名を連ね、多くの山野草を楽しむことができます。で、特にね、危険な場所ってのはないんですけど、古志仏の先にちょっとした岩場がありますんで、そこぐらいかな。で、もちろんね、山頂から見下ろす尾瀬ヶ原も壮観です。はい、続いて第6位。再生回数23,000回、日内ヶ岳に登ってきた2017、三池から尾瀬沼ロングルートを歩くという動画です。これは3年前になりますが、2017年8月6日、僕は3回目で、株ママは初めての日内ヶ岳でした。で、今回行くルートは日帰りにしてはちょっと長いんで、前夜三池に車中泊して、まあ、朝6時から登り始めました。途中ね、多くの湿原や地頭を楽しみながら、まあ、天気にも恵まれてね、まあ、気持ちよく山頂を踏んで三池に帰ってきました。向こう、あ、会津駒で、このルートのポイントなんですが、三池登山口から急登を得て、広沢田代、熊沢田代という2つの美しい湿原を通ります。綿菅の最盛期には、まあ、ここは天国かよと、まあ、錯覚するほどのね、別世界になります。ついついね、撮影に気を取られ、時間が経つのを忘れてしまいます。で、特に熊沢田代の2つの大きな池塘は、撮影や休憩ポイントとして有名なところです。はい、続いて第5位。再生回数 24,700 回、 4K 映像、尾瀬沼キャンプ2019、寿司を作ってみたという動画です。これはね、昨年2019年8月3日の尾瀬沼キャンプの後編の動画です。なんか作ることがね、恒例となって以来ね、動画コメント欄には、次何作んだいとか、次も期待してっかんねっていうようなね、ハードル上がりまくり状態でまあ正直言ってね、まあ、次は何作るか悩むところなんですよ。ただね、去年は一度やってみたかった尾瀬で握り寿司を作ろうというのにチャレンジしまして、まあ、僕的にはね、大成功したと思ってます。まあ、こんなことやる人ね、まあ、あんまりいないと思いますね。僕で最後かもしれません。で、これはね、まあ、ルートのポイントというか、味のポイントなんですけど、まずはね、ちゃんとそこでね、米を炊くこと。ね。温めるやつとかね、これダメですね。あとね、沸点がやっぱ低いんで、米の給水っていうのは、やっぱり1時間以上かける。まあ、その方がいいと思います。あとね、まあ、シャリはそれでいいんですが、ネタの方ですが、これはね、急速冷凍でもう2日以上凍らせてください。あと、下駄ですね。これを持っていくとね、これ乗せて食べるともう3倍ぐらい美味しいです。以上です。はい、続いて第4位。再生回数 25,570 回、尾瀬ヶ原トレッキング2016、初夏の尾瀬ヶ原20キロ歩く。これは4年前の2016年の7月の上旬に尾瀬ヶ原を歩いた動画の後編なんですが、ルートは鳩町峠を出て竜宮見晴らしといって、東電分岐から東電小屋よっぴつり橋経由で鳩町峠に戻ってきました。約20キロのロングコースでした。この動画はですね、見晴らしの第二彫像小屋で休憩後、東電小屋よっぴつり橋経由で最後ね、山の花の休憩所でお湯を沸かして、で、美味しいおにぎりと熱い味噌汁を飲んだという動画です。このルートのポイントなんですけど、まあ、見晴らしを出てね、まあ、東電分岐から、まあ、ちょっと新潟の方を回って東電小屋までのルートなんですけど、よくね、ここ月のワグマが出るんです。
でね、目撃情報が一番多いところでもあります。で、東電尾瀬橋という立派な橋があるんですが、そこを渡るともうそこから先はね、恒久的な熊の生息地になりますんで、まあとにかくね、注意点はもう熊に注意ね、それだけです。はい、こっからですね、ベスト3です。再生回数 25,920 回、尾瀬沼キャンプ2017わさび乗せステーキ編です。この後ね、まあ恒例行事となった尾瀬沼キャンプの記念すべき第1回目の動画の後編の方です。尾瀬沼一周から戻って尾瀬沼ヒュッタで入浴させていただいて、これ500円でしたけど、まあ、ヒュッテ前のテラスをお借りして、小屋泊の登山者が注目する中で豪快にステーキを焼きました。で、ここの味のポイントなんですけど、まあ、肉はね、まあ、こういう時なんでせっかくなんでね、こう高いやつを持ってきましょうね。で、ただね、ガチガチに瞬間冷凍すること、やっぱね、2、3日ね、冷凍しといた方がいいと思います。で、火力はもうずっと最大で、まあ、ストーブで言えば EPI のレボとかね、あとプリムスの、P153、まあ、こういうののね、強火のバーナーを使うといいと思います。で、次に味付けなんですが、まあ、味付けは塩コショウで焼いただけ、食べる前にわさびを乗せただけです。なんだっけ、そんなね、シンプルな味付けが、これが尾瀬ジンビールと合うんですよ、またこれがね。でね、ステーキの匂いだけで、そうですね、飯3杯食えますね、これね。ワイン、カブマはなんかね、牛肉だっつんでね、赤ワイン飲んでましたね。まあ、その後続く恒例のキャンプ飯っていうのは、まあ、こうしてスタートしたわけです。美味しいよね。はい、続いて第2位、再生回数50,340回、これで一気にドーンとね、再生回数が上がります。 4K 映像尾瀬沼キャンプ2019神秘の出現花々と尾瀬コーヒーという動画です。これはね、去年のね、8月3日に実施した尾瀬沼キャンプの動画の前編になります。でね、この動画のサムネイルについて、これどっから撮ったのとかって問い合わせがね、結構あったんですよ。で、このサムネイルはね、朝霧漂う尾瀬沼越しにね、浮かび上がるこう日打ち岳、これを撮ったんですけど、この印象的なサムネイルは、まあ、タイミングとすればね、天白翌日の早朝、本当朝焼くです。旧彫像小屋の裏の浜から撮ったものなんです。で、夏のね、尾瀬沼キャンプももう3年目になってくると、もう視聴者の皆さんもね、よく日にちまでご存知でね、でありがたいことに、まあ、現地でいろんな方からね、お声掛けをいただきました。去年なんかね、大江湿原を歩いてる時とかね、ひゅって前とかね、あとはあのテント設営時ね。で、このテント設営時には山レコのね、犬連れ栃木百名山カントや、ブログのコロコロコロリンの山遊びで有名な隊長率いる聖ご一行様と、まあ、記念写真を撮らせていただくなど、ね、もう正直言ってね、もうやめるにやめられない状況ですね。マジで。で、このルートのポイントなんですが、まあ、ルートというか、これね、尾瀬沼ビジターセンターっていうね、まあ、立派な施設があるんですよ。で、ここでね、土曜日の夜7時から、尾瀬日の江又村の歴史というスライドショーをやってるんです。で、これね、僕ももちろん行ったことあるんですけど、これね、非常に勉強になるんですよ。尾瀬の歴史をね、理解した上での尾瀬ライフっていうのは、いつもとはまた違った楽しみができますので、これおすすめなんですね。はい、栄光の第1位。再生回数 51,740 回、尾瀬ヶ原トレッキング2016、初夏の尾瀬ヶ原20キロ歩くという動画です。これはね、4年前、2016年の7月の上旬に、まあ、カブママと尾瀬ヶ原を歩いた動画の前編の方です。これね、しばらく YouTube で尾瀬って入れて検索するとね、もう常にね、一番トップに出てきた動画なんですね。で、カブママがね、木道の上をピョンって飛んでるサムネのやつですね。で、歩いたルートなんですけど、これはもうメインルートの
鳩町竜宮見晴らしで、帰りが東電分岐から東電小屋よっぴつり橋鳩町峠です。この20キロのロングコース の鳩町峠から見晴らしまでの部分の動画です。でこのルートのポイントなんですが、木道を歩いてるとね、その左右に水芭蕉や水苔などの湿原特有の貴重な植物群落が多く見られます。また至る所にある池塘ではね、羊草の可憐な白い花がね咲き誇ります。やはりね、これ一番のおすすめルートですね。でこのルートのポイントなんですけど、まあとにかく最初はね、尾瀬歩くのはこのルートをおすすめします。あ、これまん丸だ。何せね、木道はしっかりしてるしね、まあ、ちょっとね間隔は離れてますけど、小屋も揃ってるし、まあ、とにかくねロケーションとすれば、前後を日内ヶ岳と至仏山に挟まれて、その颯爽とね湿原を歩くのはもう最高の気分ですね。はい、以上でベスト10ランキング終わりです。はい、再生回数で順位をつけちゃうと以上の結果になるんですが、どのルートもそれぞれの季節や天候によって様々な表情を楽しめますので、まあ、ルートに関わらずぜひ尾瀬歩きをね楽しんでいただければと思います。はい、今回は過去の尾瀬歩きを振り返りながらこのまとめ動画を作らさせていただきました。少しでも皆さんのお役に立てればいいなと思っております。長々とご視聴いただきまして誠にありがとうございました。カパパでした。